統一地方選挙の投票日を迎え、都内各地で投票が進んでいます。今回の統一地方選では、現職区長の死去に伴う高東区長選も含め、17の区市町村で市長選挙が行われています。また、議会議員選挙は47の区市町村で実施されています。東京都選挙管理委員会によりますと、 江東区長選を除く正午時点の推定投票率は12.05%となっていて4年前と比べ1.08ポイント下がっています投票は午後6時で締め切る日野原村を除き午後8時までとなっていて一部地域を除いて即日開票されます